はい、皆さんこんにちは、エイボンシーライダーでございます。いつもご視聴していただきありがとうございます。今回は私の新しいドラムセットをご紹介したいと思います。それではこちらです、どうぞ。さあ、それではこの新しいドラムセットの詳細をご紹介したいと思います。これちょっといつのもモデルかわかんないんですけど、この足の踏ん張り具合がいいですね。あの猫のヤンノカステップみたいな感じで。それでスネアドラムが10インチですね。これが8、10のタムの12のフロア、バスドラが14です。これ14インチで、そしてシンバルは、まあこれ真っ黒だったんです。このシンバルほんとひどい状態で、これいつだろう、これは多分30年ぐらい前のシンバルです。見たことあるんですけど、エッジ、まあジルジャンですね。もうシートシンバルですよね、これね。でこっちのシンバルは私の手持ちを持ってきました、パイステの16と、これが軽ジルのライドです、18ライド、これが軽ジルジャンですね。でドラムヘッドは私の在庫を全部、まあ、新品を何枚か持ってるので、これを全部張り替え、バスドラもこれもですね、私が張り替えたやつです。この前のやつはそのまま流用してます。ちょっと不安になったのが、このこれが結構上が重いのでガタつくんですけど、ここがちょっと弱々しいというか、これ改良ですね、後ほど考えたいと思います。後ろ全部バラして内側にウレタン塗装、まあ正確に言うとポリエステル樹脂を塗ってからのウレタン塗装ですね。バスドラの中もポリエステル樹脂をシェルの内側ですね、これ塗りました。これ素材なんだろう、まあ大した素材ではないですね。マホガニーかエクストラベースウッドあたりを多分使ってるのかなっていう感じはします。でこれタムホルダーを逆向きにまあ流用してるという。ペダル、まあこれは P120、 もうこのここもサビがすごかったんですね。ちょっとまだサビが残ってるんですけど、ビーターは私の手持ちのものです。そしてこのハイハットスタンド、これもまた細いやつがついてて、こうどこのメーカーか分かんないですけど、私あのハイハットスタンドだけは絶対にその一番いいグレードのものを使うようにしてるんです。細いとやっぱりぐらつきが出るっていうか、集中できなくなっちゃうので、もうハイハットスタンドは絶対妥協しないんですけど、まあ今回はもうこのついてたもの、これを全部取り付けてセッティングしました。じゃあ今からマイクとかね、レコーディング機材をつけていきたいと思います。ということで、このドラムセットはパールのリズムトラベラーというやつなんですけど、これ結構古いですね。いつものあの例の場所で買ってきたんですけど、ジャンク品で。で今回のドラムセット、このリズムトラベラーもまたすごいひどい状態で、レストアの動画を撮ろうと思ったんですけど、今回はもうさすがにカメラは回さなかったんです。なぜかというと、あまりにも状態が悪すぎて、ちょっともう集中したかったんですね、レストアに。まるまる1週間かかりました。もう全部バラして、あとシェルもポリエステル樹脂を塗って色塗って、もうでサビ落としについてはこちらです、私がいつも使ってるやつなんですけど、これを10本買ったんです。まずホームセンターで在庫全部買って、6本使いました。6本使ってなんとか今の状態に。もうシンバルとかはめちゃくちゃな状態で、これをなんとか今光ってる状態まで仕上げたんですけど、大変でした。
大変でしたけど、でこのリズムトラベラーに PA、 あ PA じゃなくてレコーディング機材をつけてどのぐらい音がちゃんと取れるかっていうのを、やってみたいと思います。そしてこの後このセットを使って何曲か演奏しましたので、あしましたっていうか、まあ、これから演奏するんですけど、後日アップしたいと思います。はい、レコーディング機材のセッティングが完了しました。じゃあどんな音がするかちょっと順を追っていきましょう。まず8インチのハイタムからです。ミュートした方がいいかな。バスドラやっぱいいですね。バスドラはあの私が作ったあのスピーカーマイク、あれほんと重宝します。こんなちっちゃいバスドラでも一丁前な音出ますからね。こんな感じで気に入りました。